霞ヶ関の国家公務員の皆さんに言います。私たちは絶対諦めませんよ。私は福島県双葉郡富岡町に道を置いたまま茨城県水戸で避難生活をしている千田節子です。58歳です。何も隠すことはありません。もうすべてを投げてあなたたちに訴えています。今日一日無事に過ごせた、寝るときにどうか福一の作業員、あそこで頑張っている3000人の作業員たちに感謝して寝ることを、その3000人にも母親がいることを、父親がいることを、国家公務員、それから政治家たちの気持ちより母親の方の愛の方が強いっていうことを忘れるな。今の福島の子どもたちがずっとセシウムに攻撃されて体内にセシウムを蓄積されているのは、毎日毎日空気やら食物やらからセシウムが体内に入ってきてずっと攻撃を攻撃されているからです。だから一刻も早く子どもたちを安全な地域に避難させれば、甲状腺に対する攻撃もできるだけ少なくさせることができる。だからとにかくもう一刻も猶予がないというふうに思います。これ以上一つ一つも被爆しないように直ちに避難すべきです。この意味から私たちは改めて福島の子どもたちの集団避難の即時実現を要求するものです。子どもたちが求めているのは1ミリ年間1ミリシーベルト以下の環境で、環境下にある教育施設で教育をしてほしいという、そういう内容です。年間1ミリシーベルトというのは日本の国が公衆の被爆限度として、3.11 前から決めていた数字ですから、1ミリシーベルト以下の環境で教育させろというのは当然認められるべき権利だというふうに考えています。そういう内容を申し立てています。チェルノブイリでもですね、当時のソ連政府は30キロ圏は強制的に避難させたけれども、その外については避難させないで除染だけで済ませるという政策を取っていたんだけれども、結局3年4年経つ中で住民あるいは子どもの健康被害が広がり、住民の不安が高まって、1991年5年後には、避難の方に政策転換せざるを得なかった。で今の日本はやはりその後を追ってるんだと思います。現実に福島の人たちの間の、健康不安というのは非常に、口コミでもいろんな情報がいろんなその話が入ってくるし、そして今度は甲状腺の建設の方という客観的なデータがですね、これはとても放置しておけない、これは大変なことなんじゃないかと思われるようなデータも出てきてますから、だから福島の人たちの不安感も高まってきているし、でそれ以外の日本の人たちの間でもこれはさすがに、このまま子どもたちを福島で生活させて、おいてはまずいんじゃないかと、そういう認識が徐々に広まってきてるんだと思います。でいずれ
当時のソ連と同じように最終的に避難ということに、日本政府が舵を切らざるを得なくなるとは思いますけれども、ただそれを少しでも早く、少しでも早く実現すればするほど子どもたちの被爆というのは少なくて済むわけですから、それを少しでも早くできないかということで、まあ、その裁判を一つの手口として、まあ、頑張っているという、そういうことです。